が、これ以上は進むんじゃない。ここは我々が占領した。今よりここは偉大なる魔王様のご領地となる。すぐに立ち去れ、さもなくば切り刻んで魔王様への献上品にしてやる。吸血鬼の血統を持つ私に蛍光灯で立ち向かうとは大したものだ、隊長。だがこのまま私を倒せると思うなよ。魔王様がくれた力はこの程度ではない。せいぜい私の圧倒的な魔法攻撃の前にひざまずくがいい。られるとはなんて屈辱的な。だがありがとう。もちろん忘れてはいないよ。ただ面白いものを見つけたから、そなたに見せようと思ったのだ。オフィスにいなかったから。このチラシを見たからにはどうするべきかわかるよね。脳みそに科学しか入ってない愚かな人間の典型的なやり方だな、隊長。理性に思考を占められちゃダメだぞ。これはガリレオのつぶやき、ニュートンの誤惑、アインシュタインの陰謀だ。隊長、つまらない連中の仲間になるわけにはいかない。これは明らかに先見の明がある賢者たちが立ち上げた団体だね。この世界が最後に誰のものになるかちゃんと知っている。こんな組織会いに行ってみたいな。こんなの朝飯前だ。同じ魔王様の信者として心は通じているはず。いずれ見つかるさ。おっと、もうこんな時間か。とりあえずパトロールに行こう。終わったらポテチとコーラと週刊誌の新刊を買わないとね。考え事。隊長よ、一つ不幸なニュースがあるのだ。人気使いとしてそなたとタッグを組んだこれまでの間、それなりに楽しませてもらったよ。しかし終わりを告げる時が来たらしい。私もう行かねば。人間がこの世に生まれた以上、いずれ自らの果てる時を迎えねばならぬ。私はそれを予知した。天命はいよいよ尽きるであろう。そうだ、もうすぐ天国のような私の意志の帰る場所へ行く。そこで生まれ変わり、至高なる権威に仕えることとなる。そんなに興奮することはない。私と別れるのが嫌なら一緒に来ればいいんだから。その引きつった顔は何だ。魔王様の信者として私と一緒に魔王降臨教に入信してくれればこっちも嬉しいのだが。
これは私がパトロールの前に掴んだ情報だ。このチラシを持って東方郊外に行けば、魔王降臨教のアジトに導いてくれる案内人が現れるはず。だがこれだけ長く待っているのに、案内人の現れる気配が一切ないね。もしかしたら私たちはまだ魔王様に対する敬意を表してないってことか。ここで魔王様への賛歌を一曲歌った方がいいのかな。うん、ならもっといい方法がある。だが隊長の協力が必要になるかも。なーに、簡単なことだ。隊長を十字架に縛り、血と油を使い魔法陣を描いて、ちょっとだけ火をつけて。そうだな。やはりいらっしゃいましたね、お二人とも。改めて自己紹介させていただきましょう。私は魔王降臨教の大主教と申します。敬虔なる魔王様の信者の二人よ、暗闇の庇護へようこそ。さあ、魔王様への参加が終わればお二人を皆さんに紹介しますよ。すごいな、周りを見てみろ。ドクロ、黒いヤギ、デビルスター。こんな邪悪なオーラがあふれる環境と雰囲気、いつ魔王様自身がここに降臨してもおかしくない。あ、祈り始めた。おお、偉大かつ不朽なる魔王様よ、非戦なく私どもにお許しを。おお、世界の本当の主よ、光に惑わされていたこの家畜どもにお許しを。おお、強き闇の主よ、あなた様の世界にて私どもにも住処をお与えください。
私どもはあなた様のしもべであり、奴隷でもあります。私どもをお守りし、永遠にお仕えさせてください。問題ない。我々の出番だ。我々の本当の身分を見せてやる時が来た。もちろん、魔王様の最も忠実な信者の二人という身分だ。魔王様の軽薄なる子たちよ、お会いできたこと嬉しく思うぞ。魔王様、ご存知の通り、この呼び名は我々の生命のすべてとなる。全身全霊で魔王様に仕えよう。魂を売ってでも。教えてやれることはただ一つだけ。我々の選択が正解そのものだということだ。数億の凡人より先に闇に抱かれた我々は、人類の中のごくわずかな賢者であり、それを誇る権利がある。その内なる信念を大きな声で叫べ。魔王様はその声をお聞きになるぞ。っておい、何か言うんだ。黙ってたら気まずくなるじゃないか。何を言っとる、このアホが。調子に乗りやがって。俺は私が語るべきことだ。貴様のような新人が語ることではない。いや、もちろん私だよ。私はここにいる誰よりも魔王様への信仰が深いし、そしていずれは私が魔王になるんだから。ほう、この小娘が魔王様になるなんぞ不敬の極みだ。謝るなら今のうちだぞ。逃げろ、みんな早く逃げろ。化け物、モンスターがこっちに。なんだと、これはまさか。見ろ、貴様が魔王様になるなんぞ抜かすからお怒りになったのだ。モンスターで我々を火祭りにあげるおつもりだ。早く、今逃げないと。もう間に合わない。モンスターどもが唯一の出口を塞いだようだ。隠れよう。何を慌てている。ただのモンスターだぞ。ちょうどいい、本物の邪悪の力を見せてやる。敵を全部ぶっ飛ばせ。早く来るんだぞ。グズグズしない。遅すぎ。終わらせて、お家に帰ってアニメに見ようっと。早く釣るんだぞ。いつも事故を保たなければならない。ムズムズしない。目を見開いてよーく見るがいい、凡人ども。これぞ混沌と深淵より出でし力なり。で、モンスターはこれだけか。この程度、ウォーミングアップにもならん。つまらんな。 0.01% の力しか発揮できなかった。
つまらないものまで潰してしまったし。この強い力、あんなにたくさんのモンスターがこうも簡単に倒されたとは。この破壊力、恐るべし。どうだ、この力を見たら認めざるを得ないだろう。こんなに強い力をお持ちで、道理で自信があるわけだ。あなたこそ魔王様そのものだ。やはり魔王様は我々の願いをお聞き入れ、女子高生のお姿でご降臨になった。魔王様万歳。魔王様万歳。あ、違う、私はまだ魔王じゃなくてこれから魔王になるんだよ。魔王様万歳。この魔王様はここで待ちくたびれたぞ。やはり虫けらのような人類の考えることだ。貴様のようなものを討伐に向かわせたとは片腹痛いわ。それでもその勇気は褒めて使わず、身の程を知らぬ勇者よ、この魔王殿へようこそ。この私の相手になったらどんな惨めな末路が待っているのかよく知っているだろう。あんな地獄のような未来はお前も求めていないはずだ。さあ我に屈服し、我の足を舐めながら忠誠を誓えば半分を分けてやらんでもないぞ。さっき買ったばっかりのチーズケーキよな。世界は私のものだ、誰にも分けてやらない。よし、わかった。この魔王様が滑る世界の視察も重要だ。魔王様、お力加減はいかがでしょうか。もっと強く。そうそう、そんな感じ。私は魔王だから、肩もみならもっと力強くても構わんぞ。魔王様、ご注文のミックスジュースです。それと大司教様は準備ができたとおっしゃっています。うむ、わかった。貢ぎ物も受け取った。下がってよい。さっきはどこまで話したっけ。ああ、パトロールね。すぐ行くぞ。その前に私と一緒に来てくれ。大司教が邪悪な計画を進めているらしいから見に行く。魔王様にホコリがつかないようにじっくりお掃除しましたので、いささか時間がかかりました。申し訳ございません。うむ、しもべとしての心遣いを認めてやる。して計画というのは。へへ、魔王様、実はここは廃棄された地下トンネルです。もともとはここから各モンスター占領エリアまでつながるトンネルを掘り出し、通常エリアへの奇襲を誘導させようと計画していましたが、我々は人手不足で掘るのにとても時間がかかります。モンスターの誘導も大変で、いつも数匹を通常エリアに行かせ嫌がらせをする程度です。より多くのモンスターを誘導しようと試みましたが、結局は前回同様モンスターをコントロールできない状態に陥ってしまいました。
その通りです。なので魔王様のお手をお煩わし、あの時のような力で全てのトンネルを連通させ、モンスター軍団を通常エリアに放ち、あなた様の偉大なる理想を達成なさってください。偉大なる理想？そうです、この組織はあなた様に協力するために誕生したのです。存じておりますよ。ブラックゲートを開いてモンスターたちを種のように世界中にまかれたのは、この世に降臨し世界を終わりに導かれる前触れだったということ。あなた様のしもべですから、全力を尽くしてそれを実現させようと思っております。求めるものはただ、闇がこの世界を完全に覆い尽くした後、この下賤なしもべどもに生きる場所を与えてくださること。ああ、わかった。いでよ、深淵より来たる力。我の手に集いし、邪悪なる矛は憎き者を滅ぼさん。グングミュー。魔王様、これは。黙れ。いつ私の理想がそんなものだと話した。やっと私に忠誠を誓う人間がいたと思えば、ただの愚かな異端者だった。失望したぞ。この魔王様はもっと偉大な野望を持っている。この野望は全世界によって満たされなければならない。つまり私の望みは、この世界を私の手中に収めることだ。世界を滅ぼしてしまったら、誰が私を満足させてくれるんだ？いいえ、違います。私たちは手伝いたかっただけなのです。だからあのモンスターどもと協力したのです。私の世界を破壊しようとするモンスターどもに協力しようとするなんぞ、このアホどもが。この魔王様の怒りを受けろ。待って、助けてくれ。集めよ我が怒り、我が敵を切り裂きたまえ。闇に飲み込まれるがよい、ゲインボルグ。そんな気分じゃない。今日はここでぼーっとしていたいんだ。パトロールはパスだ。そうだな、あいつらは異端者だし、でも人類の中でも数少ない魔王を信仰して私のことを担いでくれる人たちだった。もったいないな。隊長、私が落ち込んでいるのは例の組織が壊滅したからじゃない。また一般人の世界に戻ってきてしまったからなんだ。私からすればこの世界が非常識で、この世界も私という存在を非常識だと思っているんだろう。だがこの世界で暮らすのであれば普通にやっていかなきゃなら、あの組織に入った瞬間自分に属する世界を見つけたと思ったが、結局自分の手で組織を潰すことになってしまった。ああ、またこの絶望的な世界に戻ってきてしまったからな。でもそなたの言う通りだ。ここにいても意味がない。パトロールに行こう。
もう夜か。隊長、この近くで一番高いところは？ニロ、綺麗だな。やはり暗いところほど星空が綺麗に見えるな。見ろ、人がゴミのようだ。うんうん、隊長、魔王様の一番忠実な信徒であるこの私がこんな小さな失敗から立ち直れないとでも思った？確かにさっきは少しばかり落ち込んだが、この星空を眺めて気づいたんだ。星空は広くて宇宙は無限。この世界は星空や宇宙とは比べ物にならないほどに小さい。この世界に生きてる人間などスズメの涙のような存在に過ぎないとな。そう、今の私はまだ人間だが、永遠に地べたで矮小な存在のままでいるつもりはないのだ。人間の伝統やルールなどにずっと縛られてなるものか。だからこそ魔王様を崇めるのだ。魔王様のように強くなって素直に自分の欲望に従う。欲望に忠実だからこそ生きる価値がある。私は邪悪な大魔王になるものだぞ。制服、制服だよ隊長。来た、見た、勝った。この世界を統治するだけでは欲望が満たされない。私はこの宇宙にある無数の星の主として全宇宙を手中に収めてみせる。隊長よ、この魔王様のこれからの戦いにおいても忠実に仕えるんだぞ。我が行くは星の大会、それをしかと見届けよ。